今後の各場向かいますハンデ戦です室町ステークストップハンデ4番デュアリスト5 9キロ最軽量は2番ファイアランス5 4キロさあ涌井は順調に進んでいきますダートコースはやや重のコンディション4番デュアリスト6番スマートフォルススムーズ最後16番のファンヒル 16番ゲートに誘導を受けますファンヒル少し勢いをつけてゲートの中収まってカリンが離れますスタートしました ちょっとバラっとしたスタートピアシック最高峰ースタートは15番のテイエム特急まずは出ていきます2番手に13番チェイス・ザ・ドリーム先頭を追って1馬審査それからその後ろは固まって3番タラソイ16番のファンヒル内から1番バガボンドが上がっていってさらには5番のミスドグランドー8番のアームズ・レインもそのストですそれから2馬身14番アイス・リアン2馬身差中段勤め10番サイクロトロン間から行くのが6番のスマートフォルス2頭の直後少し下がって4番デュアリストそれから7番の黒地師匠がいって9番オメガレイ 内から3番がーティード2馬身12番のオーバーネクサスが後方を追走してそのうち2番のファイアランス最後方4馬身11番ピアシック34コーナー中間を通過前は3頭固まってわずかに15番のテイエム特急外から16番のファーンヒル間からは13番チェイズ・ザ・ドリーム3頭広がって直線コースやその後ろから外から8番のアームズ・レインが覆ってくるそしてその内からはぐんぐんとアイスリアンが差を詰めてさらに外からは6番のスマート・フォルスそして10番のサイクロトロン 200を切って先頭15番のエ m 特急が粘っているそして追ってくるのは10番サイクロトロンアイスリアンそして間から6番のスマートフォルスアイスリアンとスマートロスサイクロトロンそれではデュアリスト接戦のゴールインさあどうか14番アイスリアンか最後中ばって4番のデュアリストも際どく迫っていますそして6番のスマートフォルス外は10番サイクロトロン ゴール前激戦は14番アイスリアン最後一伸びこの混戦をたったか6番のスマートフォルス4番デュアリストさらには10番のサイクロトロンゴール前は激戦でした間割って最後14番アイスリアンがぐいっと伸びて外から6番スマートフォルスさらにはデュアリストその外には10番サイクロトロン この争いはわずかに14番アイスリアンが制しました2番手争いが6番スマートフォルスト4番デュアリストその後2に10番サイクロトロン逃げたテイエム特急は5番手